20を回りました。未来効果ステーション始まります。はい、始まりました未来効果ステーション。私マキです。ワンコです。シュロです。ラナです。はい、はい、今回はねこの4人で、ね、いつものことながらお送りしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。毎回恒例の始まった時に読むメールアドレス読んでください。ワンコ読もう。渡しただけ。渡しただけ。この辺かな。うん、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。はい、ありがとうございます。はい、早速ツイキャスからコメント来ています。早いな、はい、早いね。早いな。早いわ。今日は良かった。早いね。早いわ。はい、よかったよかった。はい、おうちゃんさんから。はい、初見です。おまたもや初見さん。初見さん、はい、いらっしゃいみたいな。ね、このラジオね、グダグダーっとやってますよ、ね、高校生だけで。だけで。のんびりとね。のんびりとグダグダーってやってます。と、ね、うん、いうわけで、今週の出来事、まきちゃんお願いします。お願いします。はい、今週月から水は特に何もなかった。はい。はい。木曜日、木曜日はですね、健康診断がありましたね。健康診断、うん、ね。ね、身長伸びてたよ、私。変わんなかったよ。白2ミリ伸びたよ。不動。不動。はい、まあ、詳しい話はまた後でね。で、金曜日、昨日は新入生歓迎スポーツ大会。スポーツ大会です。元井球技大会もありましたね。私は、ね、バスケットに参加しまして、もう息がずっと切れてました。お疲れ様です。お疲れ様。出る前からやべえ、勝てる気がしねえと思いながら。で、ワンコは何に出たんだっけ、ね、サッカー。サッカーか、うん、きついよね、サッカー、肩が痛かったよ。なんで肩ぶつけされた。あ、マジか、ね、横から頭が飛んできた。よかった。ボールじゃなくヘッドバット。ヘッドバットされた、赤い。やば。よかったね、横からでね。あいつの方が痛そうだったよ、ね、まさかのワンコの石頭発言。すごい、ね、石頭じゃなくて石肩だろ。肩か。斜め、肩か、横から斜めに飛んできて、相手が。ああ。それで肩に当たって、痛えと思ってた、相手もんざとして。やべえよな、それな。さあ、さて、白は。白ね、あれだよ。生徒会だから。生徒会出てないんだ、私は、ね。ずっと審判してたね。うん、ずっと審判、縄跳びで、ああ、熱い。熱い。ね。ね、でね、私はもう縄跳びで縄回したり飛んでたりしてましたよ。どこにいたか私わからなかった。その辺にいたよ。その辺にいたから。人が多かったからね、本当わかんない、うん、どこにいるか。5人一緒に飛ぶからね、うん、私はそれを横目で見てた。白はめっちゃ、めっちゃ横目で見てた。うん、じーって不正してないから。あー、やりたかったなーっていう気持ちが多かったです。バスケやりたいみたいな。ねえ、バスケ面白そうだった。面白かったよ。いいな。面白かったけど、うん、勝てなかった。そりゃ聞いたよ。あれでも敗者復活の敗者復活はギリ勝ったくらいで。あれ勝ったっけ。ギリ勝ったんだよね。ね、よかったね。いつものことごとくね、7組とだから、うん、あですよね。私らの CD 化は8組なんで、そのお隣の7組さんと対決しましたよ。いつも通り、ね、サッカーでは負けたもんね。知らない、うん、あ、そっか、サッカーでも。私は知らない。サッカーでも7組だったんだ ね、 だよね。サッカーは6組だったはず。6組、あ、6組、あ、いや、敗者の時、敗者の時じゃないの。7組だっけ。ごめん、本部で見てた。本部で見てた。1回戦はどっちも6組だったんだよね、うん、バスケとサッカー。ねえ、6組の人たちは強いのなんの。もうそりゃ男子が多いからね、この学校は。だから体格差が、ね、仕方がないんだ。もともと男子校だからね、中部工業ですね、中部工業か元は。だね。はあ、ね、女子が増えてほしい。女子増えるよ、早くね。CD 化も今年の新入生女子減ってるでしょ。うん、そうだね、うん、男子がちょこっと増えただけっていう感じのあれだしね、うん、男子13人だったような気がするよ。3人増えたか、うん、わー、3人増えたよ。
特に嬉しくない。まあそうだね。人数がね増えたかどうかじゃなくてね、どんなやつが入ってきたかっていうのが気になるんだよ俺は。そういえばうちのところの部活に入ってきた新1年生、最近顔ちょこちょこ出すんだけど、うん、なんか今年の1年生ってすごい行動力あるなって思うことがたまたま。どういうことだよ。なんかね、気づいたら動いてるんだよ。気づいたら気づいたらって、気づいたらって、一番びっくりしたのは、活動して3日目ぐらい、3回目に来たぐらいで、すでにもう部室開けて待ってた時が一番びっくりしたね。早っって思って。なるほど。え、待って、私今週確かに掃除休みだったけどさ、うん、休みでここに来てるのになんでこんな早いのって思いながら、この人掃除あれみたいな。あれじゃあ掃除サボってんじゃん。それはサボってまで。それは危険だ。それはないんじゃない、あれじゃないかな、うん、あの帰りのショートが早いだけじゃない。ああ。まあうちのクラス帰りのショートがのんびりだもんね。のんびりだもんね、うんうん、あの先生、うんね、うちの担任は確か、ね、のんびりだもんね。のんびりっていうか ね, うかね、うん、おしゃべり、おしゃべりが大好きな先生だから、大好きだからね。でもね、ちゃんと話してほしいことは話してくれるからね、ちゃんと要点をしっかり話してくれるからね、うんうん、それは嬉しい、とても嬉しい、すごい嬉しい。ね、嬉しすぎてね、涙が出るどころか眠たい、帰りたいが出てきて。それ嬉しい、違うんじゃないか。嬉しい、違うの、ある意味嬉しいことだよ、うん、俺が突っ込まないってことは。マジか。そうだね。俺が突っ込むってことはだよ、最悪なこと起きてんだよ、うん、あら、そうなのか、そうなのだよ、うん、さて前半戦が残り3分ぐらいかな、うん、早いね、うん、早いね、今日はネタがあるからかな、ネタネタいつものごとくネタだよ、後半まで続くかな。さあやっぱり、はい、ね、ツイキャスからコメント来ています。はい、これはアリンさんかな、ブラックファザーイッソ、外国語で読めねえよ、何語だろう、何語だ、何語だろう、何語なの、何語なんだろう、ごめん日本語で送ってください、本当本当、切実にお願いします。まずそれがローマ字でお願いします。一応ローマ字だよこれ、ローマ字だよこれ、ローマ字だからね、ローマ字ってかアルファベットだよねこれ、アルファベットだけど、なんかアルファベットなんだけど、そうじゃなくてなんか英語だろ、要するに A で、あ、みたいな、あーローマ字で送ってやつ、ローマ字、うちのローマ字ね。あー、なるほどなるほど、英語うちでいいんじゃないかな、もう英語うちで、英語うちならなんとか解読できる可能性はあるよ、可能性は、ビレゾン、ビレゾン、可能性ビレゾンだから、サイトで翻訳できるかやってみよう。お願いします、お願いします。ググるんだね、やっぱググるんだ。さあググらないと外国語わかんない。それな、ほい、いや、スペル、コピーしたんで、コピペ、コピペしたんで、コピってペッペした、コピってペッペしたよ、したで翻訳したけど出てこない、なんだか V になってる、V Mac と Windows 違うんだった、うん、うん、そりゃ違うよ、英語じゃねえ。オプションキーがあるからね、英語じゃないのか、何語、ロシア語、ロシアじゃない、ロシアでもない、多分イタリアあたりとかで言ってみたら、イタリアあれじゃん、そう翻訳でもない、でもない、でもない、イタリアでもない、でもない、どこだろうね、フランス、ポルトガル、ポルトガルかな、うーん、さてそう、残り時間がこの解読だけで済むのかな、まさかの、あ、はいはい、ポルトガル語で、ポルトガル語か、ポルトガル語、それはなぜか、え、それはなぜか、 What? それはなぜかってどういうことです。え、何が何ですか、え、はい、ツイキャスからコメント来ています、はい、はい、これマーテさんかな、マーテ、スコーピオンウィン、サソリが勝った、どういうこと、サソリ、サソリ、サソリが勝ったの、サソリが勝ったの、どういうこと、あ、確かに、どういうことだ、確かにオリオン座にサソリが勝ったけど、どういうことだ、あれ、え、あれ、なんかすごいコメントがね、何回すぎる、あの本日のラジオはなんかすごい波乱な展開になりそうだね。そうだね、ツイキャスからコメント来ています、はい、マーテさんから、はい、はい、ファタリティ、これフェイタリティじゃないかな、フェイタリティ、フェイタリティ、運命とかそういうのかな、フェイとかそれじゃなかったっけ、うん、何なんだろう、そうだね、フェイタリティ、フェイタリティ、まあね、ね、
ググっとこ、ググっとけ。では CM に一旦入ります。はい、いきます。さあ、ググろう。ググろう。ググってください、お願いします、本当。ググって。はい、もうググって、ね、ググってお願い、もうググって、本当。ググってください。ググんないとわかんない。フェイタリティって何ですか、本当。なんかまた出たよ。え？変数なポイントフェイ。嘘。わかんねえ。スプラ、スプラクリンス、さっきまで。チェッシェー、チェッシェー。あ、だからサソリだから、サソリが勝ったチェッシェチェッシェー、あーみたいな。で、その次は何？その次があるんだ、これ。なんか、長いやつが来たの。テンセイサピンターフェソプラ、うー、読めねポロ。やばい、お腹すいた。あ、そういや、何も食べてないね、なんかごめん。寝てた気がする。進行はそう。あ、やっと日本語の日本語のツイキャス来たよ。ありがたい。ありがたい。スペイン語からって書いてある。スペイン語からの音楽でいいんじゃない。やってて楽しいよ。ネタといえばオッキージャスコがオープンした。はい、なんかやってたね、うん、ライカム。そう、ライカム。わしは知らんからな。あの、一日で回れなさそうな。うん、あれ知らんね。あとは H2O の話とか。ああ、それはするするする。モッチするよ。うん。やばい、蕎麦が食べたくなってくる。それか。はい、始まりました、はい、中盤戦、中間です。はい、中間です。早速ツイキャスからコメント来ています。はい、水江、はい、水江さんから。はい、髪切ってたんだね。これ切ったんだね。切ったんだねでいいんだよ。F なんだろう、これ読めねえ。数字になってるね。 F たかたかさんから。はい、初見です。お、また初見さん。初見さん、初見さんいらっしゃい。嬉しいね、見てくれる人が増えてる ね増えてますね。このラジオはね、高校生の高校生によるグダグダーっとしたラジオ番組です。グダーっとしております。どうぞグダグダーっと楽しんでいってください。と、はい、いうわけで、恒例のあの、これ読むやつ。いや、もうか、次は白が読んだら。え、そんな。ただね、次は白だね。なんだろう、最悪俺に回ってきそうで怖いんだけど。では、白お願いします。はい、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でございます。はい、はい、ツイキャスにもコメントどんどんお願いします。よろしくお願いします。切実に。というわけで、話の続きに戻りましょう。はい、はい、先日新入生歓迎球技大会ありましたね。もとい大会があったわけですが、はい、はい、まあね、8組は ね相変わらずね、うん、最初に負けるっていうのがオチだから、うん、そういうオチだよね。でもさ、3年生勝ってたんじゃん、縄跳び決勝前のことでしょ。縄跳びすごいよ、3年8組すごかったよ。最初の点数が220回だわけ、うん、すげえ、すげえ。その次がちょっと減ったんだけど209回だわけ、合計点数で。どんだけチームワークいいんだよ。すごって。どんだけ、ちょっと、どんだけ足の筋肉使い切ってんだよ。他のクラスはあの190とかそういう感じなんだけど、ぶち切りなんだね。200超えってすごって思って。練習でもしたのかな。練習しちゃったんじゃないかな。したんじゃないかな。一応体力温存もしてた感じだったんで。ああ。それもあるとは思うよ、はしゃがないように。うん、一応なんか変なグニューってグニューって何？グニューって何？ダンス部の先輩がなんかすっごいグニューってなんか踊り出すというというのもあった。遊んでましたね。遊んでたんだ。遊んでた。もう縄跳びはね、俺あの股関節の筋肉かな、ちょっとあの痛めててね、痛めてたというか筋肉痛だったのかな。ジャンプができないってやつだね。いやいや、俺バスケだから。あ、そっか。まあ確かにバスケだったね。基本的にかがんで伸ばさなければいいから、うん、だからずっと低空姿勢だったのか。うん。
でもってね、はい、痛かったお疲れ。スカウトリーの時あのもう石階段のところずっと座ってたんだけど、うんね、足曲げすぎてこうの立とうとした時にやべえ立てねえっていう状況まで陥った、うんね、それをまた、ね、また横目で見てた、ね、隣にちょっと休んでた長女がいたけどね、うん、ね、大丈夫かとか言われたんだけどね、うんうん、大丈夫、もうおじちゃんの腰は死んでるからいつからおじちゃんになったんだ、うん、俺の精神年齢は38歳だ、うん、それ知ってる、うん、だからおじちゃんさ、うん、知ってる知ってる、おじちゃん、ああそういうわけで球技大会になぜ縄跳びがあるかを置いておいて、はい、この負けた8組メンバーの恒例行事 H2O がありましたね。あったね、あったね、うん、またそれを私は横目で見てたやりたいやりたかった、ね、終わった後俺あのシロンの後ろ側通ってて頭ボンボンオッツーっつってたもんオッツーってみんなボンボンってなった、うん、うんって思ったねよH2O っていうのはあれどうやって説明したらいいんだろう。ねあれはねとりあえず人数大人数用の鬼ごっこかなみたいな感じだよね。ある一定の鬼ごっこだね、スペース、うん、ある一定のスペースで鬼ごっこ。H2O 炎上かなあれは。炎上にたくさんの人が並んでとりあえず3人で1組ペアを作るんだよね、うん、で2組ペアの逃げる人と鬼をそれぞれ決めて、このタオルとかなんか持ってる鬼が2人ペアのところを追っかけるみたいな。でその逃げてる2人ペアは3人組のペアのところ行ってタッチするっていう。そのタッチされたところからまた2人組ができるわけです。5人じゃなくてこれ必ず上限が3人なんですよね。うん、で最低でも3人なんですよね。そう、腕を掴まれた人は大丈夫なんだけど、その腕を掴まれた人がもともと掴んでた人の手を離さなきゃいけなくなるんだよね。そうだね、うん、でその人たちは犠牲になると、うん、先生たちも参加してたけど、うん、あの一人あのうちの友人の K 君が、うん、あのやベンチでちょっと休んでて、うん、ちょっとねうちの CD 科の先生にカメラ渡されて、うん、ちょっと写真撮っといてって言われたらしく写真撮ってたんですよ、うん、でうちの担任にそのカメラ奪われて、うん、25歳以上走ってね走らすんじゃないとかいう言葉を残して参加させられたみたいですよ。なんかいつの間にか参加してたわけよ ね、うん、いたね。最初カメラ持っていたのにその瞬間見たよ。途中からあれなんか走ってるっていう。ていうかあのその瞬間横にいた。マジで、うん、横にいたのね。K 君がね、うん、まあ、くんっていうのは男なんだろうけど、一応そう男だよ。男だね。その K 君がね、先生手をつないで待ってる先生にね、うん、カメラ貸して先生もう疲れた25歳を発信するんじゃないってボソって言ってて、あまさかのボソって待って待って俺の方が年取ってる風骨盤、まあね、この H2O ってやつは去年とかもっと前からやってるのかな先輩方が。多分伝統なんでしょうね、うん、2年、うん、あの8組のあれね、うん、8組でやってるんだけど、うん、たまに別のところ来るよね。3年5組いなかった、うん、5組かな、5組いたよ、メサイからの、うん、ホームで見てた、メサイからの先輩、メサイ面白かった同じあの同じ2人がずっと鬼になるんだよね、うん、逃げて鬼になって、うん、あれ結構きついよねっていう、うん、真ん中にいればきついよ、うん、真ん中の人逃げないといけないから、真ん中にいるって状況がいるか、ね、自分ずっと仲介役してた、マジで、うん、きついよねそれ去年やったあの走ってくる人の手を掴むことができればなんとか助かる、うん、あ、あのもう一方の端っこの人が手をつながれたら自分は逃げなきゃならなくなるから、うん、疲れるよなっていう話な、うん、ねね、結局は体力使う、結局は体力使う、まあね、決勝まで出られなかった場合の体力を、ね、削るという仕組みのものなんだろうね、うん、ねえ、うん、あれだけ俺あのスタミナすごい回復してたんだけどあれ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 あのねすごい楽しかったよあれ、うんうん、1年2年3年ごちゃ混ぜたからね、うん、あれに限っては、ね、
まあ、あれはあれで親睦深められるからね、うん、そうだね、いやおうなしに手をつながなきゃならないというそうだからね、ありふり構ってらんねえんだよあれ、うんうん、逃げないといけないからね逃げなきゃやっていう思いだよねそうで、ね、手を離したら鬼になっちゃうからね、ルール的にあれ俺はもうあれであの、ね、逃げてる途中にあのもう鬼が目の前に来てやべえって思って掴んでる人がね、うん、止まりきれなくて俺引っ張ったからな引っ張ったの？あのね、軸回転しながら急ブレーキして引っ張って逃げたからね、うん、うおーみたいな、あ、やだだ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 だ捕まるやりながらあの立ちしましたよギリギリ助かった。1年生ですか？いえ、同級生です。同級生でしたか？はい、あのちょうどラナさんと同じ名字の人です。あ、なるほどなるほど、待ってないんだから。もう一人ラナさんか。いや、もう一人ラナさんじゃないです。怖いよそれは俺は途中で先生と抜けてたね。そうだね、ゲームから。あら、そうだね、あらも、あのもうあの、ね、抜けるという、先生がね、あのもう悠々と歩いてる姿見て俺爆笑してたからなんかそれはそれで怖いガチ歩いてんだよね。あのみんな小走りとかしてるのに、あの先生 の, あの、ね、もう組んでる人だけは歩いてる。ほうで、捕まらないという、うん、え、先生ってそれ どの先生と、ね、男の先生で、うん、あ、情報問題と解決の先生かな。あの先生か。あの先生さ、自分たちがペアを組んで3人で立って捕まれるの待ってる時に隣にいきなり入ってきて、うん、2人ペアなのね、この2人って、うん、でこの3人ペアの間に紛れ込んで捕まらないっていうことをしていた。やってたね。やってた。何それ何それ。見てたよ俺。要は見てたからね。あれなんかあっち5人ない、5人あれ見て繋がってあれあすげえ頭使ってない、手繋いでますよ的なやばいねそれは。あーやりたかったあーやりたかったねー、来年までシロは生徒会にいるの？いや普通にいるよいや普通にいるよ。2年やってあと最後の1年辞めるってなったらちょっとかわいそう、かわいそうっていうか、なんかみんなから冷やかな目で見られるのねっていううん、じゃあその時だけ抜け出すって言ってはないの？生徒会はあの人数増えてくれたらいいんだけど、それがなかなか叶わないんだよねっていう。結構少ないのね。結構少ないんだよ。あ、でも1年生はうん、いたんだよ、うん、いたいたいた、ちょこっといたんだよ。過去系だね。過去系いるっちゃいるんだよえ、なに、仕事しないの？え、H2O に行っちゃったの？ H2O だよ。あ、まあ基本あれさ、そっか、1年生はね新刊だから。1年生は仕事ほぼ割り振らん、割り振らないのか、振れないかな、うん、だから、まあね、2年と3年生で今回動いてたから、うん、結構いっぱいいっぱいだ、いっぱいいっぱいだったんで、うん、バスケにも行けなかったっていうそうだね、やりたかったのにってだからもう縄跳びの審判やってる時に、うん、あの隣にいる拡声器持っていた同じ生徒会の子、 IT か IT の 子、うん、子が、うん、子と一緒に、ああバスケやりたいねって言ってたしみじみでもあの子は本当に裏切ったよ。サッカー行ったよサッカー行ったよ、あの子ひでー。あーで、それを頑張って抜け出せるように青を練って来年を挑むといいと思うよ。白なんとかなるんで、バスケやりたいよそれが未練だよねえねえ、うん、まあそんな感じで新刊元い新入生歓迎大会が終わったわけですね。ね、うん、みんな脱力してたけどさ、筋肉痛だった人いる？この中で筋肉痛だったよ。いやあれだね、あの筋肉痛痛かね、その前日からね痛かったからねで治ったのが昨日、昨日帰ってから。あれ俺まだ治ってないよ。いや帰ってからね、あのねすぐ寝たいよ。筋トレして、うん、あ、じゃあ飯食って筋トレして、うん、軽く風呂入って、うん、寝たのよ、うん、1時に起きたわけよ、うん、あれ痛くない、あれあれあらま、治った。ちなみに私今腰が物別に痛いです。どうしたんですか？いやよくわかんない、昨日なんかスマホ触ってたらだんだん痛くなってきて、何それ、気づいたら痛くなってて朝起きたらうんうんうんって
めっちゃ怖いよ。痛いなこれって。とりあえずシップ貼っとけ。いやね。はい、ツイキャスからコメント来ています。はい。また数字だなこれ。マーコスピピジルさんからサルブ。どういうことだい？SLV。またもう一回コメントが来ております。はい。はい。セルブ。読めない。読めない。サルベ。本当日本語でお願いします。この私らの英語力すらほとんどないんで。なんだろう俺外国人に見られてんのかな。何それめっちゃ怖い。でもね外国の人から見れるからねツイキャスだし。うん、まあそれはね。さてマキちゃん、いい私から一つ提案だ。はい。あと中間が8分ぐらいで終わるんだけど、はい、この中間の最後らへんに何か曲流してくんねと思って。何がいい？何でもいいよ。何でもいいよ。歌詞が悪くなければ。ごめん、俺歌詞が悪いのってどれかもうわからんくなってきた。疲労か、疲労なのか。そしてね、またツイキャスからコメントが来ております。なんか読めないんだ。おにゃ。なんかアクセントみたいなの入ってる王の上に。え？王の上に。ソデブは？そう、ソデブは？ソデブは？なんか見たことあるぞこの事態。マジか。どこだったかな？イタリア？違うよね。フランス？ちょ。あなんか追加された。はい。あまたコメントが。フェアローペズさんから。はい。プリンスチノ。プティト？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 日本語以外は分かんないんだ俺。日本語以外英語少々だよ俺は。またコメントが来ております。なんだろうもうこれ。ツイキャスで会話してんじゃねえの本当。ツイキャスでなんか会話してるような感じが。なんかハテナハテナポートツゲース？なんか。ポルトガル？ポルトガル？ポルトガルス？あ、ポルトガル。ポルトガル語かな？なんかまた来た。ポルトガル語かな？トゥー、トゥママエスムノベア？読めない。読めない。ノベア？おいよ。これ、中間曲挟んでる間に解読しよう。解読しましょうか。ジャパニーズピンツを中間曲つっても4分あるぞ、これ。ジャパニーズって言われてることは分かんないよ、俺。うん、ジャパニーズって言われてることだけは分かるね。そうね。とりあえず、ジャパニーズポイント。ワンコよ。ワンコよ。検索しよう。検索しよう。どれを解読するの？最初から。もう1から。SLV のところから。それはあ、それを。慰めとかああいう意味が出てきたんだけど。慰め？なぜに？ペースト以外の。あ、またコメントが。はいはい。けい。なんだと。かっ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 て言ってんのかなもおちょくってんのか。笑ってるかな？なんだろう、俺が。すいません、解読できないんです。解読。このけい見るたの羅列見たらね、俺がふざけて笑ってる時みたいな。それな。俺基本的にね、意識するとね、かっかっかって笑ってんだよ。かっかっか。よくわかる。なんでかサルベ。サルベの意味、慰めとか難航、難航って出てきたんだけど。難航？なんで難航？難航の字ってどんな字？塗る方の難航？かな。柔らかい傷口に塗るみたいな。あ、難航だ。難航だよ。やけどよ。だか。なんで？なんだろう。なんで？こんにちはかな。あーなるほど。こんにちは。ラテン語。なんかグローバルだね今日のラジオ。なるほどなるほど。では次行ってみよう。時間がね。というわけで一旦中間曲挟みますか。中間曲挟めるほど中間曲の長さねえぞ。あないの？じゃあその時間に合わせてマキちゃん。行ったやんわし。じゃあマキちゃんその時に行って。強いて4分よ。あれば。4分なんだ。普通よ。4分が。あ、そうなの？ 5 分ぐらいない？ない。あら、じゃあ解読の作業を進めましょう。そうですね。グダーッと、グダグダーッとしてる。グダグダーッと。グダグダーッとしてるけどね。グダーッと。ね。はい。さあ、もうこの KKKK までたどり着けるのか。ね、まず放送が終わるまでにこれ全部解読できるかな？ポルトガル語。ポルトガル語っぽいね。うん。ポルトガル。もうとりあえずこれは、Google、翻訳で、さっきの翻訳の方でいいと思うよ。さっきの翻訳の方がいいと思うよ。さあ、解読が、解読が困難でございます。ラジオで翻訳するとは思わんかった。待って、確かに。そう、デボア
うにょそれは読み方しか出てこねえよこれ。わお。わお。押してみたら唯一の E? 唯一の E? それなに何それ何何それ、全部翻訳していこう。何それ美味しいのだよというわけで一旦中間曲挟みたいと思います。曲名まきちゃんよろしく。よろしくです。曲名はですねエリサさんかな、リールフォースです。さあ解読しようじゃない。中国人はプティートをクリックしますお前中国人じゃねえよどういうことだよ中国人はプティート、中国人ポルトガル語かなんか俺は日本人だって言った方がいいのかいや、こういう時は英語でいい。英語の、英語はバムつけようぞだよ。どこでもつけようぞだよ。あのお母さん解読ができないんですけど、ニューガルフレンド解読がツイキャスですごいポルトガル語とかいろいろ言葉が飛び交ってるんですよ。全くわかんねえ、会話しかわかんないもんね。解読がちょっとちょっと このポルトガルなのかな、ちょっと続いてるんですよ。あ、これで解読が来たくなってきた。めっちゃ来てる。そうだよ。これはまあしょうがないかな。昨日 YouTube 見てた時の広告でビータで配達で映ってたな、すげえ楽しい。小さなピント、ジャパニーズ見えなかったことにしてくれ見えなかったことにしてくれたら、おいや、リプトンさんから新しくツイキャスに来てますね。クリスクリアスティアーノ・ロナウド、名前？俺は日本人だいやでもカタカナで来たってことは日本人結構その系を分かってる人ってことサッカー選手、サッカーやってたけどこんな頭してねえよ俺も元サッカーでしょ。元サッカーで。こんな感じだっけさ。中一の1年未満。ああ。確かに今日こんなタバタバにしてるけど髪を。朝前に練習台にされたんだよ。練習台か。タバヘアの。いいんじゃないでも。なんか頭が浮いてるようだから潰したけど。なんかズラ上にかぶせてるだけみたいな。あんな感じかしたから潰しといたけど。でしょか。でしょ。なんか KKK とかまた来てるね。クリスティアーノ・ロナウドの前に。うん。あ、ほんとだ。まあ、それはそれで無視で。無視はどうか。英語はどう、英語っていうか、プルザガル語は無視していいのかな。一応反応はするけど、翻訳はできないからね。読めばいいよ。あ、はい。ソーリー、読めませんって。ソーリー。ごめんなさい、読めないって。ヘイ、マラカス。大丈夫じゃないかな。マラカス。マラカス？マラカス。追い方じゃねえよ。何でもかんでも自分に結びつけんじゃねえよ。だから画面から見てるの俺しかいないじゃん。いや、リクトンさんがマラカスって言ってる。マラカス。マラカスでいいのかな？マラカス。マキちゃんがなんか変な行動してるよ。ね、ちょくちょく遠隔で白をいじっていくスタイルな。やめてよ。やめてよ、兄じゃない、間違えた。いつものテンションで兄って言ってしまった。マルコ。ん？マルコ。まあいいや、わかんねえ。はい、CM だよ、CM ね、CM だよ、CM だ。そろそろ耳が痛くなってきたね昨日やってたトランシーバーのイヤホンよりかはマシトランシーバーのイヤホンってどんなやつ？
トランシーバーさ、なんか丸っこいさ、本当に耳に悪いやつ。あれ？あれ？痛いわけあれ。このリプトンさん、沖縄の人？わお。ないかもかもかも。ないかもかもかも言ってる。かもかも。かもかも言ってる。わお。沖縄の人ないかも言ってるよ。ではないかもよ。でもさ、目覚ましテレビとかでやってるから。ああ、そっか。沖縄じゃなくてもね。ね。わかる人は。待てよ、カムカムって言ってることは。カムカム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 しか。これ、ヘイ、マルコスっていうのね。ウチナアランド。うちなぐちしゃべってうちなランドはどういうことやどういうことやこの中間の話もツイキャスには流れてんだよね。そうだね、まあね、ちょうどうちなランドってことね。うちなランドって言って SM 終わったら全部読んだ方がいいのかこれいやもうそうなんだね。リプトンさんのが解読できるからそれでいいんじゃない。リプトンさんのだけ読む。リプトンさん、ごめんなさいだけど他のメンバーはね読めないんだよね。適当でいいなら。言語が違う。言語が。言語が。そういう感じだよね。というわけでもうちょっと CM 開けたね。そうね。はい、始まりました後半戦。はい。はい。行きましょうか。ね、行こう行こう、さっさと行こう行こう、行こう、うん、とりあえず行こう、はい、はい、じゃあ、ワンコ、はい、というわけで、メールアドレスワンコ、お願いします。今度は、マキが読んだら、ま、マキちゃん読もう。うん、俺読もう。別にいいよ、うん、言っていいの。覚えてる、うん、覚えてる、はい、どうぞ。メールアドレスは、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。はい、どしどし応募してください。てか送ってきてください。お願いします。本当お願いしますだよ、うん。はい、というわけでリプトンさんからコメントが来ております。はい、クリスティアーノ・ロナウド。Hey, マルコス。クリスティアーノってなんだっけ？サッカー選手。サッカー選手。でもって本当にね、これなんて読むんだろうね。マルコスかな？マルコス。マルコス。言語わかんねえよ。もう。ね、と。ライカムカムカム、はい、ウチナアランド、はい、ウチナ口を喋ってね、はい、この打ち込んでる時点でウチナアランドってことはあれかな、うん、沖縄に住んでる外国の方かな、なのかな、かな、どうだろう。もうあのひらがなとカタカナと英語しか含まれてないからね。なんだろうこれ。おっと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 。戻すときにマイクをスイッ、マイクをすごい落ちてしまったよ。スイッスイッて、はあ、うわーじゃない、はあ、はあちゃうよ。今日は空が白いな、真っ白だね。いい天気だ。どちらかというと灰色だよ。どちらかというと灰色だよ。俺はこれぐらいがねいい天気だと思うんだよ、うん、目ちゃんと開くし、うん、視界旅行、視界旅行、視界旅行、さっき言ってたね、道中で言ってたよ、視界旅行言ってたね。確かにね、晴れてる時よりは眩しくないしね。うわー、で目が目が焼けるって。焼けるなんだ。や、焼けるの。うん、焼き上がるよ。焼き上がるんだ。チン。え、失明じゃなくて。温められた。あれ、失明じゃなくて、そう。それ失明なのか。あ、そっか。うん、うん、あ、うん、焼けたら失明になっちゃうけど、そうじゃなくて、うん、普通に焼けるよ。トースターみたいにチンって。やめろ。ここに焼けるんだ。あら。トーストという名を出すんじゃない。今私は非常にお腹が減っているんだ。メシテロでもやろうか。それは知っている。俺のところでは見えねえからメシテロなんて関係ねえ。そうやって見せればいいぞ。あんまりだなお前。ひどいぞ。ふじゃねえよ。じゃあシロがメシテロさせよう。何がいい。待って、そんな目で見ないでごめんよ。何がいい。オムライスがいい、カレーがいい、シチューがいい。ごめんね、さっきタイムラインに何か新しいの載ってないかなって探した時にオムライスっていう名前の人がいたんだ、うん、誰だ。いたね。うん、びっくりした。いたいた。一体誰なんだろうと思いながら。オムライスって誰。多分うちのクラスの誰かだと思うよ。うん、だと思うけど。オムライス、うん、唐揚げならいたけどオムライス見たことね。オムライスいるよ。
あ、なんだろう、もう名前出てた。いないよ。いないよ。あ、いた。名前が出てた。あ、あの人だ。コメント見てね、一番最初にさ、これ J、J から始まったっけ、うん、あの人。J さん。J さんだね。J さんか。J さんが撮ったの。ジャムか。カラオケから、あ、唐揚げから直ったんだね。なんで唐揚げからなんだろうね。唐揚げって、へいか。へいかだったの。へいか。へいか、へいか絡みじゃない、唐揚げって。へいか絡みなのかな。あの犯罪係数が500オーバーだった。うん、唐揚げ。本当だ。本当だ、J さんオムライスになってる。怖え。J さん怖い。J さんオムライスになってる、本当に。俺そのまま J さんって書いてあるから。オムライスって下に書いてある。追加してないから誰が誰だかわかんねえんだよ。俺も追加してきて誰が誰だかわからん人がいるんだよ。うん、そう、私たまにクラスメートでもどれが誰だっけって思うことがある。それな。名前がみんな変わるから。ね。お前なんか有名芸能人とか名前と顔写真にして遊んでたよね、あの人たち。まあこういう時はご提案した方がいいと思う。うん。だってね。話題がなくなってきた。話題がそろそろ。あ、じゃあ身体測定の話をやったかい。はい、じゃあ健康診断の話でもします。健康診断で。あのみんな、あの女子がみんな嫌がるという体重の話から。うん、うん、去年と大して変わんなかったよ、うん、俺は。俺増えたぜ。減ったぜ。わしなんか軽いねって言われたよ。言ってたね、なんかね。軽いねって言われたよ。いやね、私はね、髪の毛切ったから軽くなったのかなって。髪の分、うん、髪の部分か。うん、あとは朝ごはんちょっと少なめに食べてきたから。俺その日確かコーヒーしか飲んでないぞ。なんでそれだけで増えるんだよ。いや、あの多分筋肉分かな。なるほど。あのちま、うん、ちまちまと筋トレしてるから俺は。あ、あの側筋じゃなくてさ、本当に長く使えるようにっていう筋肉の鍛え方してるから、うん、ね、その分増えたのかな。筋肉で増えるのはいいじゃないか。体脂肪率が下がるんだと、ね、やめろ。俺体脂肪率下がるっていうことはな、スタミナが減るってことなんだぞ。より体力減るってことなんだぞ。いいじゃないか。エグザイルとか目で見ろ、 あいつら体脂肪 2% だぞ。ひでえ。やばい。どんな食生活してやがんだ。いや多分まともな食生活してるんじゃないかな。まともだね。ちゃんと鍛えてちゃんと動けばああなるんだよ。ね、あ、俺ちゃんと動いてるのにちゃんと食ってねえかもしれねえ。その結果もしかりかもしれない。もうマキちゃんちにあの栄養管理士つけとけ。やだ。金かかるからやだ。てか栄養管理士は母がいるから。あ、マジか。うちの母がいるから。そっか、マキちゃんの母はそうなんだ。分かんなかった。え、みんなのお母さんもそうじゃない。みんな栄養考えて作ってるでしょ。え、人によるよ。 それで、うん、揚げ物ばっか作る家もあるよ。大丈夫、うちはレトルトが多かったから。あれ。あ、確かに分かる。うん、カレーとか作るよりレトルト開けた方が早い。うん、まさかの。そうだね、うちもお邪魔してご飯食ってる時レトルトって言われて、うんうん、あ、マジなんだって、うん、レトルトのカレーだよ、ほらな、じゃがいもとか入ってないだろうっていう、うん、あれか、ボンカレーか。うんうんうん、うん、違った。業務用のホテルカレーだったかな。うん、一応美味しかった。うん、あれはうまかったよ。た、ただね、うん、ただね、うん、うん、あれ材料名見るじゃん、はい、いちごジャムって書かれてんのよ。なんでいちごジャム。隠し味かなんかあれじゃない、まあ、ほらカレーとか突っ込むやつだか、うん、やつがあるから、多分それと同じじゃないかな、うん、あれでしょ、カレーにリンゴ入れたりチョコレート入れたりするのと同じでしょ。うんうん、うん、甘いもの、甘いものに甘いもの、酸味しかない気がしてきたね。酸味。酸味。俺いちご単体とかジャムとかダメなんだよね。そうなの。苦手なだけで一応食える。単体だったら食える、塗ったらちょっと苦手。いや、単にさ食いすぎて飽きたっていうのもあるけど。あ、そんなこと言われたらピーナッツバターが食べたくなってくるじゃないか。そうか、あの焼いたゲソにピーナッツバター絡めて。やめて。いらねえ。それ某漫画の、うん、やめて。某あの料理を、違うな、料理漫画、なんだろう、ね、料理学園漫画、料理学園漫画っつうよりも飯テロ、飯テロ漫画にした結果だね。メッシェル漫画にした結果があれ、あれだな、ね、主人公と主人公とちゃんむごいよな。そうだ、ね、失敗作を食わせるんだよ ね、なんかひどいな。気に入ったやつにはとりあえず成功品と失敗作を両方食わせるっていう。なんだろう、ひどいあれは。あのあれだよ、1話から、うん、あのもうね、主人公とそのお父さんとで、うん、ん俺の方がまずい、いや俺がまずい、俺が一番まずいとかって結構するから。なんでそれだっけ。その時に出てきたのって確かイチゴジャムのなんとかあやとか言ってなかった、うん、何それ美味しくなさそう。確かに煮干し、煮干しあえだっけ。煮干しのいちごジャムあえ。ああ、そうそれ。で対してあのその主人公が出したのがとゲソのピーナッツバターあえ。
美味しくない、うん、それは絶対美味しくない。あれは どっちも美味しくないなって分かったけどね。でもいちごジャムのあれは美味しそう。煮干しだぞ。美味しそうじゃない。煮干しは煮干しで出汁取ってポリポリくるするのが一番でしょあんた。煮干しそのままで食べない。まず出汁取らねえと。出汁取ってよ。出汁取らないでそのままで。味噌汁とか作るならバリバリ煮干しそのまま食わせてるけど。弟にそのまま食わしてる煮干しを。そしてワンコよ、いつの間にかヘッドホン取ってやる。首が痛くなった。なんでや。いやっていうかヘッドホンしとけや。いやワックスとかベタベタだから。あ、そっか。次使う人嫌な思いしないようにみたいな。なるほど。イヤホンあるぞ。いやいいよ、イヤホン俺もあるから。あ、というわけでね、後半戦も残り10分になってきました。早い、うん、早い早い早い、ね、今日は早いね。今日は早いよ。早いね。なんか嬉しいね、ネタがあるって。ネタがあるって嬉しいね。うんうん。どうしたし話題なくなったんじゃないか。ねえ。俺今 BGM 探してる。あー、なるほど。あれこれどんなんだったかなって題名じゃ分かんなくなってきてるから。およ。ね、うん、これってあれだよね、東方さんの、うん、YouTube からちょっと引っ張ってきたのか、それともニコニコ動画から引っ張ってきたのか、どっちか分かんなくなってきたもん。さだかではない。これ撮ったの結構前だからな、本当に。ああ、まあね、うん、よく分かんないけど。あ、ちょっと某音ゲーのやつがあった。おお、うん、では曲が変わるのかな。うん、お変わっても俺は分かんない。ちょっとね、音がちっちゃいかな、これくらいかな。あ、なんかいいぐらい、ね、某スマホゲームのやつですよ、うん、いろんな曲入ってて結構面白いのよね。確かチャプター制だったかな、難易度的には。ってことは、うん、あれあれか、消滅何か、うん、これの曲のの違うか、音ゲー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 よ。めっちゃもう今日なんか外制服で歩いてる人多いね。ねえ、なんかあったのかな。なんかあった？ねえ、なんか俺が不安になってきたんだけど今。なんか不安になるよ。ねえ、うちら学校ないよね。学校じゃないよね。土曜日だから当たってるよね。来週だよね。来週くらいだから。うん、来週の。それが他の学校は今日なのかな。来週じゃないよ。再来週だよ。あ、再来週。え、そう。ゴールデンウィーク終わってからじゃないの？あれ？あれ？あれ？え、そこにカレンダーあるよね。え、違うんじゃん。あの、ゴールデンウィークに、あれあれ、ゴールデンウィークに挟んでから土曜日くらいじゃないかな。あれだっけ。あれどうだった。あれどうだった、まきちゃん。おい、生徒会。あれあの、こういう系はゴールデンウィーク終わった週か。終わったとか。あすごい大きい休みだ。わーい。やだ、なんかやだ。なんかね。土曜出勤すんの嫌や。すがて月曜日休める。あ、待ってよ、土曜何時に終わるかな。あ、土曜日ってことは来週はラジオあるけど、ないか分からないね。定かっていうのがないから先生に聞こうか。でも来週はあれでしょ、1日でしょ。うん、1日じゃないや、2日だ。2日、うん、まあ、だからあると思うんだよね、来週。問題はゴールデンウィークの時だな。ゴールデンウィーク明けの後でしょ。そうね。あ、じゃあ来週来れても再来週が分かんないな。再来週が分かんないから先生に聞こう。聞こう。よし、聞いておいてください。なんで、まきちゃん言ってよ。やだごめん、じゃあ空きすんぞ、おめえ。おめえ、俺なんてまともに人と喋れねえんだぞ。知ってね。俺初対面の人とかか、あの、笑顔で硬直するか無表情で何かいじってるかだから。ああ、私大体笑顔で硬直してる。震えてる。震えてんの。それ硬直って言わなくね。でも笑ってごまかすからみんなに笑っててなんか怖いって言われる。とりあえず私は隅っこにいとく。とりあえず俺は空気になっとく。やめてやめてよ。空気はまだマシだな。空気はまだマシだけど、気配返しとく、うん、あれあれ、ワンコどこに行ったっていつの間にかなるもんね。うん、なぜか目の前にいるのに視認されないっていう。普通に友達にインターホンをして、うん、出てくるの待たせ、入ってもバレない俺。なんか怖い。友達全員が一回振り向いたんだよこっち、うん、でそのまま素通りして、うん、数分後全員が振り返って、お前いつからいたみたいな。確かに自分も今日ここのラジオ局に来るまでの間に後ろに人がいるのに気づいたのって、あの、起きてんの絵が飾ってあるなんかお店みたいのがあるんだよね、途中に、うん、その絵が何なのかなと思って振り返って見ようとしたら、そこに黒い人がいたのよ。黒い人これだ。知らんかったから後ろに人いたのかと思ってさっと前向いて、誰だろうなと思って歩いて、まさか
まさかワンコじゃないだろうなと思ってラジオ局に着いたら案の定ワンコだったの。あのね、来るときにあれラナさんとワンコ来てる、あ今日一緒なのかなって思ってたら、うん、ラナさん気づいてなかったからそれだえってなった俺。交差点のとこからずっと後ろ歩いてた。お前はストーカーか怖いよ。誰か後ろ立ったら前の人が気づくまでずっと、うん、お前は俺か。あ部活帰りではたまにやってるじゃん俺。やってて、やってるな。俺基本的に後ろの人の足音の数聞いてるけどな。うん、いやなんか久しぶりに人の気配がしないってこういうことなのかって思ってしまったよ。怖いな。本当に、うん、あの意識するまで足音が聞こえなかったんだよ。ほうほ、ん、うん。びっくり。君アサシンになれるんじゃね？いやアサシンはあれだよ。それで気配消せても仕事終わるまでそのままだから。うん、気配消したままだから。どんなことやってても気配消したままだから。だね、私はモブですよモブですよって言う感じがないだからあれは。とりあえずモブですからみたいな。ね、身体能力高くないと無理だよねあれ。ああ、まあね、身体能力欲しいな。あれだな、俺中学の時にね、うん、あの体育の授業でダンスあったのよ。うん、あったね、必修で、うん、あれでちょっとね、リズム感いいねって先生にちょっと褒められたんだけど、うんうん、あれ俺そんなだった、適当に歌ってたんだけど。あれあれ無意識、無意識じゃないかな、無意識のリズム。じゃあリズム自体は基本的に取れるんだよ、うん、まあ、あの音ゲーばっかやってたから。あーそっか、うん、あと君好きだもんね。水部じゃなかった君、うん、あのちょうどその時が中2の時にやってて、うんうん、やってたの前半だったかな、うん、あ待てよ、うん、どっち？え、中2の前半だな。前半だっけ？前半ぐらいに男子はやってた。男子はやってた？男子が先か。男子が先だった。うんうん、でね、うちの班がね、はい、隣のトトロ選んでたね。隣のトトロ、トトロ。名曲選んできて、でしかもね、俺ほぼ練習してないのね。うん、あのもう他の班でハレハレ踊ってるの見て、おやりてえ、混ざりてえと思いながら。ハレハレやりたい。だから俺やったの実質即興だからねあれ。即興、即興で褒められて、えってなって見たかった。中学違うだろ、中学違う。でも男女離れてるから結局見れなかったかな。あーそっか、大丈夫、多分抜け出しても気づかれる、怒られる。うん、うん、場所がね変わったからね。マジか、体育館じゃなかったからね、うん、発表場所は体育館んじゃなかったっけ。発表場所はあれでしょ、市長書くでしょ。うん、あれ俺ら体育館2階のギャラリーつか武道場だったぞ。マジやばい、うん、話についていけないよあれね。まあそういうことは置いといて、まあね、まあ ねこの話はまた今度あったら話そう、うん、あったら話そう。エンディングに入りまーす。わーい、残り時間3分33秒。今回早いね、早いね、早いね、はい、俺が腹減ってるから時間早く感じたから。ツイキャスイブニングアベニューさんからコメント来ています。はい、今日のミラステポルトガル語率高い。高いよ、高いです ね、 ね、アビニューさん、ね、ずっと見てたの？見てたの？それともさっき見たの？見てたの？今見たんじゃないかな、ね、ツイキャスの靴だけは見れるからね。うんうん、はい、というわけでエンディングですね。エンディングでございます。なんか感想言うか、もう感想言わないとはずね。うん、そうだね。じゃあ白から、白から、あれなんでよ、真ん中から。たまには別の場所からやってみよう。はい、ね、今回ね、お腹空いてるせいでもあるし、うん、なんかすごい早めになってるような感じがする。あ、楽しかったよ。確かに、うん、楽しい。ね、はい、というわけで、うん、ね、ね、はい、じゃあ次はちょっとな、シロが指名しなさい。うん、そうだな、うん、元気落とした。うん、やるかな。え、私私だけ。え、なんで、ね、マキちゃんも元気落とったでしょ。大丈夫、2を最後に取っておくっていうのが。あ、ひでえ。あ、ひでえ。あ、分かった、うん、じゃあうちが言うわ。じゃあ早めにね。まあね、今週はね、楽しかったね、はい、久しぶりにネタが尽きなかったんじゃない、うん、尽きなかった ね、 ね、うん、ポルトガル語の送ってくれた皆様、解読できずにごめんなさい。ごめんなさい。というわけで、はい、次ワンコ。うん、楽しかったけど、なんか髪がボサボサでずっと気になってた。そっか、髪見てこの辺がボサボサなのが。あ、あれそう、俺こっちから見るとそうでもないんだよね。あ、こっちから見てもそうでもないよ。この辺なんだよ。だからそうでもないんだよね。カメラでずっとこの辺がカメラ、正面ならしょうがないよ。正面ならね、ね、
はい、あ俺か、はい、そうだね、今回も楽しかったね、楽しかったね、久しぶりにネタがつきなかった、そうだね、嬉しい、新刊とかね、それ単体だったら絶対に中盤戦持たない、確かに ね、時間がちょっと長く感じるぐらい、長く短く感じるぐらいか、そうね、ちょうどいいよね、やっぱり、そうだよ、まあ、身体測定、ね、いろいろ知れたのはどうでもよかった俺的には別段興味はねえんだよ、他人の身長体重とかはね、まあ2位じゃない、まあ、俺絶賛2位だぜ、男子身長2位だと思うぜ、自負自称2位なのか、多分俺あの171だから一応、じゃあ男子の中で一番じゃない、2位か、2位だね、2位だ、ね、2位か、うん、ね、いいな、いいだよ、いいな、思うだろ、その分膝早くぶち壊れるんだぜ、いいじゃないか、その身長を私くれ1位の人はもっと壊れやすいのか、うん、確か1位の人俺くらいじゃなかったっけ、ヒョウさん、だいたいそんぐらいだよね、だいたいそんぐらいだったかな、ね、まあそんなことはさておき、はい、今回の未来効果ステーションは私マキとワンコとシロとラナでした、はい、じゃあ、はい、終わろっかな、ツイキャスのコメント読む、ツイキャスコメントが来たの、コメント来てるよ、イブニングアベニューさんから、はい、ああでもこの時間帯にふさわしくないジョークだから解読できなくてよかったと思う、オッケー、わかった、多分、じゃあ、さっき解読したのは当たってたのかな、当たってるんじゃないかな、まあ、いいんじゃないかな、じゃあまあそんなことでできないよね、じゃんの、のし、のし